こんにちは、伝え方コンサルタントの三木めぐみです。今日は抑揚のつけ方、メリハリで引きつける話し方のコツと練習方法についてお話をしていきます。この動画を最後までご覧いただくと、プレゼンや講義、ライブ配信などで聞き手の印象に残る存在感のある話し方ができるようになります。抑揚というのは、正確には文章のこう上がり下がりのことを指すんですけれども、一般的にはメリハリ、強弱というふうに使われることが多いと思いますので、今日は特に強弱のつけ方についてお話をしていこうと思っております。3つのポイントと練習方法を1つご紹介しますので、最後までどうぞお付き合いください。では早速1つ目のポイントです。日本語の強調の3種の神器というのをご紹介します。神器があるんですね。まあ最終奥義って言ってた生徒さんもいらっしゃいました。日本語を強調するとき、このキーワードとかフレーズとかを覚えてほしい、印象に残したいっていうときって、基本的に3つしかやり方がないんですよ。声を大きくする、高くする、間を取るという3つなんですね。大きくする、高くする、間を取る、これを単独または組み合わせて使うことで、印象に残したい言葉やフレーズを伝えていくことになります。これが強調というスキルなんですね。では先ほどの例文のメリハリのある話し方、この言葉を3つの方法、3種の神器で強調してみますね。まずは1つ目、声を大きくするという強調の仕方です。この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになりますという感じです。では続いて、高くするという強調の仕方でやってみましょう。この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになります。こんな感じです。高くするだけじゃなくて、その後低くすると相対的に高く強調されるっていうのも今のは入ってましたね。では3つ目、間を取るです。間は大事な言葉の前または後に取ることができるんですが、両方のパターンやってみますね。まずは前に間を取るパターンです。この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになります。続いて後に間を取るパターンです。この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになります、といった感じです。同じ間を取るでも、前に取るのと後に間を取るのとで、またちょっとニュアンスが変わってくると思うんですね。なかなか面白いかと思います。ということで、大きくする、高くする、間を取るなんですが、これを単独または組み合わせて使っていくということなんですね。で、それぞれ伝わり方が違ってきますので、自分の伝えたい思いとか内容に合わせて、いろいろと組み合わせて話の中で強調していくということなんですけども、こればっかりは自分で普段から試してみないと、どういう風になるかってなかなか感覚として残りません。ですので、普段から大きくする、高くする、間を取るというのをね、バンバン使って自分のものにしていってください。ちなみに間を取るについては、っていう無言の間を取るだけじゃなくって、ゆっくり話すというのも含まれています。これは言葉の一音一音の間の間を十分に取るというイメージですね。これもね、なかなかメリハリがついて流れが変わりますので、とてもパワフルな強調の方法の一つです。で、ちなみに間については、前に取るパターンと後に取るパターン両方ありますよと言いました。大体はですね、間を前に取った時はこう無言ができるので、その無音の間にグッと引きつける、この次何を言うんだろう、なんか内緒の話でもしてくれるのかな、みたいな期待感を持たせるような効果があります。そして後に間を取る方は、直前に言った大事なことを頭の中でリフレインさせるようなイメージですね。さっきの例だと、この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになりますって感じだったんですけど、メリハリのある話し方が、何メリハリのある話し方ができるようになりますみたいなイメージです。すごいこう、今日ね、抽象的な話題なので、みたいなとか感じとか多いんですけども、まあそういう効果が期待できますので、自分のやりたい、表現したい状況に応じて使いこなしていただきたいですね。おさらいします。強調3種の神器、声を大きくする、高くする、間を取るの3つでした。
では2つ目のポイントです。ここからは先ほどの三種の神器を使いこなすために押さえていただきたいことになります。2つ目は文章の意味に合わせるということです。さっきの大きくする高くする間を取るってすごくシンプルなコツじゃないですか。でもシンプルなだけに使い方には注意が必要なんですね。間違っても抑揚をつけようとして抑揚をつけるっていうことになってほしくないんです。自分が伝えたい文章の意味に合わせた抑揚をつける、意味に合った強調すべきところを強調するっていうのがマストなんですね。例えばさっきの文章ですね。この動画を最後まで見るとメリハリのある話し方ができるようになります。これをですね、あ、どっかで大きくしよう、どっかで高くしよう、どっかで間を取ろうみたいにふわっと強調しようっていう感じで話してしまうと、自分の話し癖で結果的に大きく高くもしくは間を取るっていうことになってしまったっていうことになるんですよ。例えばこんな感じです。悪い例1個やってみます。この動画を見るとメリハリのある話し方ができるようになりますって感じですね。これね、見るとが今一番強くて高かったのって伝わりましたかね。この動画を見ると、まあ、見るとを強調したいんだっていう時ならもちろん構わないんですよ。 OK です。ただメリハリのある話し方ができるようになるっていうのを強調したいのであれば、見るとを一番強くしてしまうとメリハリのある話し方っていうフレーズは相対的にね落ちちゃうんですよね。印象に残りにくくなってきます。でもなんとなく自分のノリでこの動画を見るとここまででも全エネルギーを出してしまうみたいなことになっちゃうと、その後の本当に大事なメリハリのある話し方ができるようになりますっていうのはこう霞んでしまうんですよね。これがすごくもったいない。自分がこの文章の中でこの話の中で一番フォーカスを当てたいのはどこなのかということを自分自身が誰よりも理解して、でそれを強調の仕方、自分の声の表現にも反映させるんだっていうことを忘れずにいていただきたいんです。ただ大きくする、ただ高くする、ただ間を取るということが抑揚のある話し方ではありません。意味に合った抑揚強調のつけ方をしていないと、それはただの話し癖に取られてしまうんですね。ここ注意しなくてはいけないポイントです。最後3つ目のポイントです。はい、こちらはさっきの意味に合わせるっていうのとかなり重なっているところなんですが、感情に合わせるということも注意してください。まずは自分の感情ですよね。頭ではここを強調したい、だから大きくしようとか高くしようとか思ってるんですけれども、話しているその現場で、その話している今ここで自分の気持ちが乗ってないのに無理やり声を大きくするとかってやってしまうと、それは不自然な芝居がかった話になっていくんですね。強調する場合は強調するだけの話し手の熱量がしっかりないといけないということです。そこに食い違いがあると聞き手は何か違和感を覚えるんですね。あ、なんかこの人口先だけで喋ってる感じがするとか、なんか心に響かないとかってなってきちゃうんですね。ですので、嘘を言わないとかそんなのはもちろん当たり前のことなんですけども、それだけじゃなくって自分が本当に熱意を持って伝えたいところは何なのかっていうのを自分で確認してからお話をすること、特にプレゼンとか講義とかね、ライブ配信とか人前で自分のメッセージを伝えるみたいな話ではとっても大切なことです。そしてもう一つ、聞き手の感情に合わせるっていうのも大事ですね。例えば話し始めで聞き手がまだこう乗ってきてない状態で、ここがすごくお伝えしたいんですけどみたいな熱量を強調に乗せてうわーって話したとしても、もうそれって心の距離が離れていく一方ですよね。聞き手ドン引きみたいな、あ、ダメだ、圧が強いってなってしまいます。大きくする、高くする、間を取るってそれだけ強力なスキルなんですよね。強力なだけに相手の状況とか気持ちとかをちゃんと考えて、そこをこう意識しながら、あ、
今はこれぐらいガッといっても大丈夫そうだっていう時にガッといくっていうのが大事なんですよ。ですので文章の意味っていうのがさっきの2つ目のポイントでしたね。そして今3つ目のポイントとしては、自分の感情や相手の感情も意識して、そのふさわしい範囲の中で強調をしていくということになります。まあちょっとその大きくする高くする間を取ると、スキル自体は単純なんですけれども、使いこなしていこうとすると意外と考えるべきことってあるよねという話なんですよ。ただ決してこう面倒くさいとかおじけづいたりとかそういうふうには思わずに、まずやってみる、ね、やってみて相手の反応も見ながら、あ、強調するってこういうことなんだなっていうのを掴んでいくしかないんですよね。ですのでぜひいろいろと日常生活からお仕事から試せるシーンから試していってほしいなと思っております。では最後に、こういった強調をする抑揚のある話し方のために効果的な練習方法を一つご紹介します。それはプロのナレーションを真似することです。これはね、ナレーターを目指すとか話す仕事を目指す人みんなやってることでもあるんですけれども、プロの素晴らしい見事な抑揚のついた話し方、声を真似して自分も発声してみるっていうのが一番手っ取り早くて効果的な練習方法です。特にテレビの番組のね、バラエティのナレーションとか CM のナレーション、あとはアニメのセリフとかもいいですね、声優さんの、そういったものがおすすめです。で、いろんな人、いろんなジャンルのナレーションを真似するといいですね。そうするとミックスされていって、ただの真似っこじゃなくって、ちゃんとあなたらしい表現の仕方になっていきます。ナレーションって数ある話す仕事の中でも一番声だけでメリハリを表現する仕事なんですよね。ですのでそこのエッセンスをどんどんこう真似してアウトプットするっていう中で、こう自分の体に染み込ませていくみたいな感じです。話すことって絶対にアウトプットしないと身につきませんので、こういった動画見ていただくのももちろん私は嬉しいですし、学んでいただこうと思って作ってるんですが、それだけじゃなくて必ずアウトプットするっていうのが必要ですよね。で、強調メリハリについては、ナレーションを真似して発声発音すること、これがとってもおすすめですので、ぜひやってみてください。私も未だにやりますね。なんかもう習慣になってて、家族でテレビ見てたりしてて、で面白い魅力的なナレーションとかあると、もう速攻でその場で真似し出すので、ちょっと夫と娘にはママまたやってるよみたいな感じになってて恥ずかしいんですけど、もう習慣です。それぐらい効果がありますので、ぜひ試してみてください。今日は抑揚のつけ方、メリハリで引きつける話し方のコツと練習方法というテーマでお話をしてきました。プレゼンや講義、ライブ配信などでぜひ役立ててください。このチャンネルでは声や言葉、コミュニケーションを通して、あなたがもっと自分らしくのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています。今日の内容が役に立ったよう、やってみようかなという方は、ぜひグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。伝え方コンサルタントの三木めぐみでした。ありがとうございました。